もうずっと帰りまでもう俺撮ってくもんでさ、あまだ入ってないね。俺が動画今撮ってるだけどさ、撮ってる段階でも繋げれるのかね。やってる気ないよね。けど繋がるはずだよね。電源入っとる？グループインターコムが接続しました。はい、はい、どうも、はい、入ってきました。ねえねえ、隣の水平対抗エンジンやばくね？こけたら勝ちんだね。こけたらヘッド行くよ。行くね、完全に行っちゃうね。キャブ外出し。完全に行くね。完全に行くよ。 100% 行くよ。こけたらもう完全にアウト。アウトだね。うん、感じですね。あ、ちょっと時間かかるね。うん、ちょっと待ってよ。うん、全然待ってるよ。っていうか俺も全然ダメ、まだ。やばい。お、ワンピース号が動いてる。おほ。お、来た。うん？あ、本当だ。CB 乗りだ。いいよ。あ、行きますかね、ほんじゃ。小高いバイパスでしょ。そうだね。うん。あ、すげえ、もうすでに見えるから下だ。は？下だ。びしゃびしゃ？びしゃびしゃ。これ出て、いやだけど水だもん。水だよね。これオイルだったらね、もうなくなってるオイルが。確かに間違いない。水だもんね、すげえ出るね水で。ちょっと吹かしてみたら、ブーンってバーンって出るかもしれんよ。あー、やっぱ出るね。出とる？下出とる、うん。下から？あー、でも出とる。ほら。いい、右回ります。おい、クロイド来ました。はい、ちょっとオープニングやらせて。いいよ。はい、ミスターでーす。今日は名前通りのレッグカー、はい、天性ツーリングは行ってますんで、行ったんで、よろしくお願いいたします。待てうん、危ない、危ねえな。あ、危ない、危ない。調子のちょっとね、疲れたよね。あ、僕知りません、知りませんって言わなきゃ。素りすんだよ。あれ、いない、いない、いない。けど、あいつら隠れてる可能性があるでね。あるある。うん、見えんとこに隠れてるね。そうなの、そうなの。あ、そうだよ、そうだよ。左、はい、左。今日はですね、4本乗り、おいい音した。4本乗りの良平くん、新しいバッグ背負ってきてますよ。前の車くんちゃんじゃねえ？踏んだことはねえよ。いや、くんちゃんエスティマになったよ。エスティマだよね。そうか。これ俺も撮ってもいいかな。あ、撮っていいよ、撮ってってよ。もうずっと帰りまで、え、もう撮っちゃってよ、撮っちゃっていいよとか。いいよ。おっと、やっぱ4本乗りの良平くんいいですね。いいですね。 CB 乗りのミスターもいいですよ。いや、やだやだとか、なんかなんかあれじゃない。うん、2人でさ、電子使って同じヘルメットかぶって CB 乗りだって、ほんまくせー。
もうせーとかこれはほぼだな、まあ、間違いねえほぼかもしれないとかわかるよ、ね、あかんねえ、あいボテコこう言ったらさ、くんちゃんとか言われとったもんな、くんちゃん、店員に笑えないよ、あれ大変なのに、あれ、くんちゃんの言われてた、言われとったよね、言われてた、ね、なんか前のボクシーも煙出とるに、ほんとだ、水も出とるね、言ってあげる言ってあげるみたいな感じだから、たぶん聞いて車乗ってるやつなんて気にもしてねえでよ、えらいよね、俺撮ってるもんで前に出てよ、あ、前、うん、映りたきゃ前に出てもらって、はい、おお、あ、ヘルメットは自由に空を飛べるけどガラスの監督じゃないよ、時速119スピード違反じゃないよ。おう、イェーイ。おう、イェーイ。イェーイ。イェーイ、イェーイ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。ここのコーナーポイントだね。イェーイ。いいコーナーだったね、今のね。いいよ。ここのコーナーもいいよ、多分。一個ギア落とす、そのままぶっ込む、ゴミの赤信号うそー、ダンダンダン、くちゃんでん、今日ラブホとか行ってない、行ってないね、もうどれぐらい行ってないわけ、もうずっと行ってないね、まあ子供ができちゃうとあれか、うん、そっかそっか、行きたい願望があるからね、行きたい願望あるけど、やっぱ子供おると行く時間がないっていうかさ、うん、行けんよね、あ、でもいい、ちょっとこう右曲がってく、ああ、そうだね、うん、いい、いいよ、テーブルちょっとスピード水を飛ばしときてるもんで、いいよ、バイクスピード出してると面白いでよまあ確かにね、ある程度のスピードが出とった方が、出とったよ、出とった、出とったよ、いいよ、出とった、本当に、まだ3速だけど、うそ嘘2速2速とかどない、またさらに嘘ついてよ嘘に嘘が出てるいかれと、あ、なんかやっとる、あれ、あんなとこユンボ入っとったっけ、本当だ、橋作るのかな、なんかやるのかね、また広くするのかな、ここ、あー、ここね、結構人おるもんね、あ、そうか、坂コートもう一個できるね、できるね、これね、うん、あのおっさんおるら、そこに座っとるおっさん、うん、あのおっさん、うちに不法侵入してきたやつだよ、あ、そうなの、そうそう、あ、年齢わからんって言ったおっさん、そうそう、名前もわからんって、そうそう、ていうか、ここのガードレールすごいじゃん、うん、ガードレール、何おかしい、落ちとる車、ああ突っ込んだらね、突っ込んだね、あれね、やっぱ譲り合いの気持ちがないとね、そうそう、無理だよね、無理無理、うん、あのおっさんか、私不法侵入してきたの、そうそう、じゃあ夜ガシャ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 店やったりするじゃんね、あのバカ、あ、そうなの、そう、今でも、あ、最近はないけど、うん、そう、捕まる前ぐらいの時、そうそう、ああ。で、お前何やっとるだ、ちょっと営業時間はとかバカなこと言ってね、あのバカ、ほんとバカだね、うん、そう、営業時間もクソも、うん、柵乗り越えてきとるもんで、あの、買わせりゃいいじゃん、バイク、いや、言ったよ、250万ぐらい持ってこいっつって、うん、言ったけど、お金はそんなにないっつって、そんなにない、おじゃ帰れっつってでたらめで、俺もうバカバカ言っとるもん、まあ、警察呼んだ方が早いで、ああいうのは、確かに、うん、もう営業妨害だもん、確かにね、うん、到着、よいしょ、今結構と、なんか飛ばしたもんで、エンジンは十分ある程度温まったはずじゃんね、うん、
出てねえもんやっぱ。そうだね、まあ、多少はこれは出るわね。うん、結構あそこだけでちょっと開けたもん。けどまたこうやってやってるとまた水が溜まって意味ねえでよマジですぐエンジン切らんとあれだ。もう考えちゃダメだよ。おいい音しとるね。出とる？出てない。なんで俺エンジンが温まると出る、でん、でんくなるのかね。まあそうだ、全部が温まるもんじゃない、エンジンが温まるっていうことは。そういうことかね。あんな、うん、よいしょ。